予選特賞競争第10レース。進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、6番、5番の体系で今スタートいたしました。スリット通過、大きな差ありません。1周1マーケットの先行争い、最初の勝負どころ、各メンバーが殺到。まずはインから逃げる体勢は1号艇さあ2号艇が先前体勢、3号艇がまくり差しのハンドルが入るかどうか。バックストレッチ向こう正面でありますが、陰線1号艇内側のから3号艇へ先がかかるか。1号艇3号艇が粘っている。さらには2号艇が現在3番手、1号艇3号艇さあ並ぼうかという体勢でありまして、向こう正面からこれから2マークの旋回スタートの方は前提正常です。さあ3号艇がどうしても先に回ろうかという体勢、内側のから今度は1号艇、さらに最内のから2号艇も接近してまいりまして、さあ今度は2番差しが決まって、今度は2号艇の馬場吉がトップ、そして陰線の口で1号艇、3号艇の大沢風紀3番手に交代。上位の体勢は2番、1番、3番の体勢、後方向かっては5番、4番、6番という体勢です。まだまだ分かりません。このトップ争いは2号艇先前体制、1号艇が回る、外握っていったのは3号艇の大沢風紀でありまして、バックストレッチ向こう正面、混戦を制しまして2号艇の馬場、わずかに一定心優勢。このレースはいかがですか、振り返って。運が良かったです。このコンディションでの船足というのはいかがですか。昨日と変わらない感じでした。明日からも頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。